ベトナム共和国陸軍とは、1955年から1975年まで存在したベトナム共和国の陸軍である。しばしば単に南ベトナム陸軍と呼ばれるほか、英語略称のアーベンの語も広く使われている。ベトナム戦争では139万4千人もの死傷者を出したと言われている。最軍陥落後、共和国軍はベトナム人民軍によって解体された。 この際、一部の高級将校らは、アメリカ合衆国などへの亡命に成功したが、数千人とも言われる、共和国軍将兵は統一された、ベトナム社会主義共和国において、再教育施設に送られた。ベトナム第五空挺大隊の部隊将、同大隊は、ディエン・ビエン風の戦いにも参加した。1949年3月8日、エリーゼ合意のもと、 バオ大皇帝を原始とするベトナム国の独立が認められ、間もなくしてベトナム国軍の編成が行われた。国軍はフランス極東遠征軍と共同してホーチミン率いるベトミン共産軍を相手として戦い、ナサンの戦い、アトラス作戦、ディエンビエン風の戦いなど、第一次インドシナ戦争の主要な戦線のほとんどに展開した。 1950年代初頭にかけて国軍はフランス遠征軍をモデルとした近代的軍組織に再編成された。陛下は、不評、公兵、市長、装甲機兵、空挺、航空隊、海軍などに細分化され、将校の教育施設として国軍大学校が設置された。1953年には将兵すべてがベトナム人となる。 元植民地空軍士官のグエンバン貧参謀長など、将校には、ダラットのフランス軍士官学校を修了したものも多かった。1954年に、ジュネーブ協定が締結されると、フランス領インドシナは消滅したものとされ、1956年までに、全フランス軍がベトナム、ラオス、カンボジアから撤退した。1955年には、 ゴディン・ディエム首相の命により国軍がビンスエン・ハミンペイの殲滅を試みている。民間医療支援活動に参加したアメリカ沿岸警備隊の巡視艇ユスシジシー・シャーマンの戦意と南ベトナムの衛生兵。1955年10月26日、アメリカの支援を受けたゴディン・ディエム大統領によるベトナム共和国が成立する。これとともに軍の再編が行われ、 1955年12月30日には、ベトナム共和国軍となる。この際に、陸軍航空隊も独立した軍種として、ベトナム共和国空軍に再編、解明され、陸海空の三軍体制が整った。当初、共和国陸軍の前に立ちはだかったのは、gm 政権と対立する、南ベトナム解放民族戦線のゲリラ部隊であった。 アメリカ合衆国のジョン・ F ・ケネディ政権は、共和国陸軍のタイベトコン作戦を支援するべく、財政支援の投下と軍事顧問の派遣を行った。このタイベトコン作戦の最中、ジエムの弟でもあるゴディン・ヌー大統領顧問が立案した戦略村計画として知られる計画は、集落から住民を追い出してそのまま、要塞人地化するというものだったが、この計画はあまりに、 非人道的であるとして、欧米諸国のメディアから非難を受けた。また熱心なカトリックであったジエムは、カオ大教やホアハオ教などの民兵団を解散させるだけではなく、共和国陸軍を用いて、仏教寺院への襲撃を繰り返した。この点も、海外のメディアによって非難されたが、ジエムは多くの仏教寺院が、ベトコンのゲリラをかくまっているのだと説明した。 1963年8月21日深夜に行われた特殊部隊によるサーロイ・デライの襲撃では数百人もの死傷者が出たとされている。1963年、共和国陸軍商工団によるクーデターの折、ジエム大統領が暗殺される。このクーデターの背後にはアメリカ大使ヘンリー・ロッチの関与があったとされる。混乱の中でズオンバン民将軍が 大統領に就任し、軍事政権が成立した。クーデター後、対トコン作戦におけるアメリカの役割は徐々に大きくなり、対照的に共和国陸軍の重要性は低下していった。また同時に、軍上層部の腐敗も深刻なまでに進んでいった。アメリカは共和国陸軍の体制を強く批判し続けたものの、軍事物資及び資金の援助は続けられた。 共和国陸軍の M113 装甲車ベトナム戦争で使用された。ベトナム戦争はしばしばアメリカ対ベトナムという構図で表現されるが、実際にはアメリカが行った大規模な作戦のいずれにも共同するベトナム共和国軍部隊が参加していた。アメリカ製の M113 装甲車は本来、いわゆる戦場のタクシーとして開発されたものである。 共和国陸軍でも当初は同様の運用を行っていたが、ベトコンや人民軍との戦いで得た戦訓の下で設計されたのが M113 アキャブと呼ばれる改良型である。共和国陸軍による M113 アキャブの運用について突起すべきは、第三装甲戦隊における運用であろう。同中隊はアキャブを用いる新たな戦術。 およびタイベトコン作戦における類いまれなる勇敢をたえ、アメリカ大統領より大統領主君部隊の称号を与えられている。ベトナム戦争ではおよそ5万8千人のアメリカ兵が戦死したが、共和国軍の戦死者は22万4千人を超えるとされている。人民軍やベトコンの将兵と共和国軍の将兵が親類、家族であるケースも多かったという。 1969年、リチャード・ニクソン大統領は、ベトナム化プロセスの開始を宣言した。これは、アメリカ軍の撤兵とともに、ベトナム戦争をベトナム人勢力のみで行わせることを目的としていた。以降、共和国軍が担う主要な任務は、タイゲリラ作戦から本格的な国防へと徐々に移行していった。1969年から1971年にかけて、 共和国陸軍は年間平均で2万2000人の戦死者を出した。1968年以降、ベトナム共和国では国内の動員可能な男性をすべて招集し、1972年までに100万人の兵力を組織した。1970年にはアメリカと共同してカンボジアへの侵攻も試みている。 アメリカ軍は撤兵直前まで共和国陸軍の装備類を更新しようと試みていたが、結局その水準は韓国軍にも劣る程度に止まっていた。そして最大の問題は将校の質である。共和国陸軍の多くの将校は、指揮能力や勇敢さにかけ訓練も不十分であり、ほとんど使い物にならなかったとされる。しかし、 アメリカ軍の航空支援の下ではあったとはいえ、アメリカ軍地上戦力が撤退した後も、共和国軍は北、ベトナム及びベトコンに対して、頑強な攻戦を続けた。1972年、ボーグエンザップ将軍によるイースター攻勢が発動され、人民軍が軍事境界線を突破して、ベトナム共和国へ進行した。この攻勢は、不評の波状攻撃と援護砲撃に加え、 人民軍としては初めて大規模な気候戦力を組み合わせた作戦であった。T-54 戦車の多くはローロケットで撃破されたものの引き換えに共和国陸軍は多大な損害を被った。その後人民軍とベトコンはクアンチ省を占領しラオス及びカンボジアの国境に沿って進行を続けた。共和国陸軍は M41 系戦車で t-54 と戦った。ベトナム共和国の崩壊が始まる頃、リチャード・ニクソン大統領は、ラインバッカー作戦の下で大規模な爆撃を決定した。また、同時期、グエン・バンチュ大統領は、笛の防衛と脱走兵の処刑を担当していた、ホアンス・アン・ラム将軍を解任し、後任には、極安・チュオン将軍を当てた。最終的に、 アメリカ軍の航空及び艦砲支援を受けながらでは、あったが、共和国陸軍将兵の奮闘によって、イースター攻勢は足止めされた。さらに共和国陸軍は、ベトナム共和国領土を占領していた人民軍の一部を撃退したものの、クアンチ省の奪還には至らなかった。1972年末に行われた、ラインバッカー2作戦の失敗を経て、 アメリカとハノイ政府の交渉が実現する。1974年、アメリカ軍は完全にベトナムから撤兵した。これ以降、共和国軍は古軍奮闘を強いられることになるが、アメリカなど各同盟国軍が現地域した装備等を使用することは可能だった。共和国軍の有する各種装備の量は人民軍及びベトコンのほぼ4倍になった。 例えばアメリカは B-52 爆撃機のみを持ち帰ったため、共和国軍は何千機もの戦闘機を有することになり、その規模は当時世界第4位にもなったという。しかしこうした数字は疑瞞に過ぎず、アメリカは軍事援助の縮小にも着手した。またこの頃、一方の北ベトナムでもソ連や中国からの援助が縮小され、 彼らは T-34 戦車や SU-100、100自走砲など旧式兵器以外の援助を受けられなくなった。1974年秋、ウォーターゲート事件の影響を受けてニクソンは辞任し、ジェラルド・アル・フォードが新たな大統領となった。当時はすでに、ベトナム戦争は非難の対象となっており、深刻な景気交代や取り付け財政赤字も、 相まって議会は10億ドルから7億ドルと言われる次年度の対ベトナム共和国援助を打ち切った。1975年のサイゴン陥落にはベトナム共和国政府及び軍部の腐敗だけではなくアメリカの援助打ち切りも少なからぬ影響を与えていると言われる。資金難はベトナム共和国における軍民ともの指揮崩壊に直結し共和国軍が ベトコンや人民軍に勝利することは、いよいよ難しくなってきた。アメリカの支援打ち切りは、ベトナム共和国全土の占領をもくろむきた、ベトナムにとっても、絶好の機会となった。さらに新たなアメリカ政府は、ニクソンが、中大統領のために結んだ、パリワ兵協定に反した攻撃を行った際、激しい報復を受けるであろうという約束を、自らが破ることを考えていなかった。 これも北、ベトナムに攻撃を決断させた一員だと言われている。3月26日、ベトコンの攻勢により、笛が陥落すると、ベトナム共和国政府は完全に崩壊し、共和国軍の統制も失われた。共和国陸軍の将兵は道路にあふれる避難民に紛れて、ベトナム共和国からの脱出を図った。人民軍は一気された共和国軍の兵器を摂取して、 構成を強化していった。崩壊の中では、必然的に多くの共和国陸軍将校が、保身のために軍務を放棄し、より多くの下級将校や兵科士官が大構成の中に見捨てられていった。報道されたところによれば、中大統領は CIA の支援を受けて、大量の現金とともに共和国を脱出したとされている。スアン六に展開した第十八師団や、 サイゴン周辺の攻防戦を除き、ベトナム共和国全土において、共和国軍の抵抗はほとんど確認されていなかった。笛陥落から数ヶ月後、サイゴンが陥落するとともに、ベトナム共和国は政治的実態として消滅した。共和国軍の敗北は世界中に衝撃を与えたが、北ベトナム当局ではむしろ共和国そのものの崩壊の早さに驚きを覚えたという。 アメリカは、共和国陸軍に対して、79万3994丁の M1 カービン、64万丁の M16 小銃、3万4000丁の M79 敵弾銃、4万セットの通信機、2万両のハントントラック、214両の M41 戦車、77両の M577 式車両、930両の M113 走行車、 120両の V-100 装甲車、190両の M48 戦車などを給与した。さらに1972年11月には少なくとも59両の M48A3 戦車、100両の M113 アキャブ、各種航空機およそ500機が共和国へと送られている。これほど大規模な援助を受けていたにもかかわらず、共和国陸軍が アメリカ兵の役割を兼ねることはついに叶わなかった。1972年の構成において、人民軍はほとんどアメリカ軍による空爆で撃退されている。ベトナム空軍は A-1 攻撃機、A-37 攻撃機、F-5 戦闘機など合わせて200機に加えて、30機の AC-47 ガンシップ、輸送機や訓練及び偵察機など600機。 および500機のヘリコプターを保有していた。これらの航空機では B-52 爆撃機と F-4 戦闘機などのようなアメリカ軍の打撃力を再現できなかった。多くの航空機は航空戦よりむしろ地対空ミサイルなどの対空砲火によって撃墜された。地上戦力は100万人を超えていたが上層部の腐敗も相まって士気は常に低かったとされている。 ベトナム戦争終結後、共和国軍の将兵は、社会主義政権による迫害を受けた。彼らは、逮捕されると厳しい強制労働と政治協計を施す、再教育キャンプと呼ばれる収容施設へと送られた。彼らの多くは、地雷除去などの極めて危険な作業に借り出され、そのうちの何千人もが、病気や飢餓で命を落としたとされる。ビエンホアにあった、 共和国の軍人墓地も破壊された。2000年代に入ると、ザルターニングカジュアルティなどの事前活動が活発化し、軍人墓地の復元や、再教育キャンプ跡地での遺骨収集などが行われている。1989年、CBS ニュースのレポーターであるモーリー政派が、元共和国陸軍将兵への取材を試みたところ、ある兵士は次のように語ったという。 ヒストリーオブザーアーミーオブザリパブリックオブベトナムアーカイブド2007年3月13日アットザウェイバックマシン AB カジュアリティズ USVSNBAVC ハットベトナミーズナショナルアーミーギャラリーアーカイブド2009年3月26日アットザウェイバックマシンフレンチディフェンスミニストリーアーカイブズイクパードピエールダーコートベビンルメートルデショロンベビンショロン S マスター セット、ISBN 978から2から01から003449から、7アルフレッド W ・マッコイ、ザ・ポリティクス・オブ・ヘロイン、ローレンス・ヒル・ブックス、ISBN1 から556524838、ホト、US アドバイザー・カンファース・ウィズ・アーベン・サード、キャブ・コマンダー・イン・フロント・オブ、A ・サウス・ベトナミーズ・ M113。2010年6月14日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2010年6月11日閲覧。サンディ・アーマード・キャバルリー・スカドレン。アーンド・プレジデンシャル・ユニット・サイテーション・フォー。エクストラオーディナリー・ヒロイズム。2011年7月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年6月11日閲覧。AB、フラッシュバックス、モーリー・セイファー、ストリート・マーティンスプレス、ランダムハウス、1991ベナフ。 5175、フラッシュバックス、モーリーセイファー、ランダムハウス、ストリートマーティンスプレス、1991、P322、フォーリングミリタリーアシスタンス、ハットスターリー、ダンストン。ありがとうございます。